すべてより多くの方が良くなり得るという言葉があります。これは一つには異縁前の不等式に由来します。つまり確率的にアルゴリズムを改良することの論拠になっています。この標語はもともとアンサンブル学習で用いられるものですが、深層学習の確率的勾配効果法にも同じことが言えます。つまり、一度に全てのデータを計算するのではなく、何度かのバッチ処理を繰り返した方がいいという発想です。これはアンサンブル学習のバニング確率的勾配効果法に通じる話です。まず、異縁前の方程式について説明します。異縁前の不等式は、微分可能な曲線があるとき、その曲線の凸性を利用する際に使われます。これは、算術平均と幾何平均が異なることを利用して、例えば、アンサンブル学習のブートストラップや、EM 期待値最大化アルゴリズムによって最優推定をする際に用いられます。そのため、機械学習やアンサンブル学習の重要な基礎をなっています。こちらは、下に、一つな2回微分可能な曲線を例によって、視覚的に見ても、A と B を結ぶ直線は、曲線よりも上になります。この場合、全体のデータを取って平均を取ったものは、個々のデータグループの平均を取った合計より高くなります。ですが、実際のベルヌーイ指向のエントロピーや、ダイバージェンスや相互情報量は上に一つになるため、機械学習やアンサンブル学習は、上に、一つの関数の場合は、幾何平均は、算術平均より上に来る、という性質を利用する場合が多いです。この場合、幾何平均はサンプリング、または、深層学習でいう、バッチ処理を繰り返すことに対応します。異縁前の方程式を考えると、すべては、算術平均、多くは幾何平均に相当します。幾何平均では、サンプリングやバッチ処理を繰り返しながら、逐次的に解を改善します。この凸性を利用したものに、アンサンブル学習のバニングがあります。バニングは、最終的には、先ほどのように、関数の凸性を表現する異縁前の不等式に由来します。予測器の誤差を相互情報量とした場合、複数の平均を取った後に誤差を取った方が、最後に一つの平均を取る場合よりも、損失は小さくなるというものです。こちらは元のデータセットから重複のある複数のデータをサンプリングしています。これにより X1、X2、XK のモデルが生成されます。これらの平均を取ったものが左の図の点線になります。こちらはサイキットラーンで月上のデータを生成して、決定器とランダムフォレストで分類したものです。コードはこちらです。決定器に比べて、
決定境界が滑らかになっています。バニングによって分散が抑えることができました。このように見ていくと、最終的には確率的勾配効果法やバッジ正規化も損失関数などの突性を利用している点で同じだと考えることができます。確率的勾配効果法の解説はこちらです。確率的勾配効果法は、文字通り、勾配効果法を確率的に行うものです。数式的には、上の式の総和記号を取るという意味になります。確率的勾配効果法には、2つの効果があります。まず、計算コストが下がります。次に、最適化する曲線が、ノイズにより、動的に変化します。これにより、曲承知に陥ることが少なくなります。これは、等高線をジグザグに下っていくイメージです。SGD、確率的勾配効果法で、斜面とジグザグに下ることと、ローカルミニマムから抜けることの関係を考えてみます。まず、斜面をジグザグに下ることは、データをサンプリングすることに相当します。先ほど、データをサンプリングすることで、曲線が動的に変化する話をしましたが、動的に変化する曲線上でも、曲承知、ローカルミニマムは残ります。これを、モーメンタムというコンセプトで対応します。端的に言うと、今まで下ってきた勢いで、くぼみを通過する、という感じです。このようにして、SGD を改良したものに、ADAM、NAG、RMS プロップなどがあります。総じて、これらの話は、部分は全体を反映する、ということが共通しています。全体として最適化されていれば、その部分は最適化されている、という、最適化原理とも似ています。その意味では、強化学習にも通じる話かもしれません。